どうも、おはようございます。今回なんですけれども、こちらミスタードーナツの2021年の福袋、こちらゲットいたしましたので、今からですね開封していきたいと思います。あとね、ミスタードーナツもちょっと今回は買ってみました。はい、ということで今回で多分5回目長いなというので、もう毎年ね、こちらのですね、ポケモンの一ちゃん高いやつっていうので3000円で今回ゲットしました。税込みで3300円かな。はい、ゲットしてですね、今日2020年の12月26日なんですけれども、もうすでにですね、ミスタードーナツでもう2021年の福袋をですね、販売しております。毎年これぐらいの時期ですね。それで3300円と2200円、1100円の合計3種類ですね。こちらですね、ありますけれども、私は今回3300円のものをゲットしました。特に予約とかもせずですね、最寄りのショップに行ってみたところですね、まだまだたくさんあるようで、買ってる人もかなり多かったです。発売直後ということもありまして、はい、ということで早速なんですけど開けてみましょう。今年もポケモンですね。2018年とかはですね、ポケモン以外のコラボだったんですけども、ミスドポケモン、こちら開けていきたいと思います。どうでしょうかね。じゃあ手探りで、はい、ちょっと見ていこうかと思いますけども、なんかチラッと見えるな。じゃあちょっとこれチラッと見えるやつまずいこう。はい、というので、こちらですね、はい、ドドンというので、これはもう例年通りですね、はい、カレンダーがですね入っておりまして、ミスタードーナツポケモンカレンダー2021ということで、もうね、こちらねまだね、今年はカレンダーもらえてないとかね、そういった方にもですね、ぴったりと思いますし、お子さんにもいいと思います。じゃあちょっとね、私なりの査定もしていこうかと思いますけども、じゃあこのカレンダー買おうとしたら、ポケモンやっぱね、ブランドがあるんで500円というところですかね。ポケモンが書いてなかったら100円とかでもね、いいかもしれないですけども、ということでこちらじゃあ500円とさせていただきます。じゃあ次、ドン、エコバッグ、そうやね、やっぱりエコバッグですね。はい、こちらじゃあちょっと開封していきましょう。一応トートバッグと書いてますね。はい、こんな感じで、おお、なるほど、おお、可愛いですね。ラッキーとピカチュウですね、それでここら辺がミスタードーナツ、ポンデリングとかねあったりして、ミスドファン、ポケモンファンにとってはたまらないようなですね、こうね、デザインとなってますし、中も結構しっかりしてて、ちょっとスーパーのね、買い物袋として使うにはちょっとちっちゃいかなって日には思うんですけれども、出かける時にはなんかいいのかなって、収納もすごいしやすいと思うんで、パッパッパッと落ち温めて、はい、このようなですね、トートバッグとなっております。ということは今回はブランケットは入ってないのかな。できれば個人的にはブランケットの方が良かったかなっていうふうには思うんですけれども、結構トートバッグ入ってるところも多いんで、じゃあこちらはですね、800円にしとくか。はい、ということで700円にしときます。はい、というのでもう3300円の商品で1200円分ぐらいは入っているというですね、査定ですけれども、これは何だな、これは多分手帳じゃないかな。ドン、やっぱそうだ、こちら、おお、なるほど、スケジュール帳2021ということで、僕はあんまりスケジュール帳は使わない派なんですけども、正直言いますと、もう iPhone とかで全部入れちゃってるって、そんなねスケジュールもたくさんあるわけではないんで、ね、持ってない人にはとってはいいかもしれないですか。じゃあちょっとこれも開けてみましょう。こちら、ドドン、こんな感じで、そういえばでも過去にもスケジュール帳入ってる時ありましたね。ポケモンがところどころ書かれてるっていう感じですね、それでね、思い出しました。これのねいいところはね、そう、後ろにね割引券がついてるんだよな。ミスタードーナツ優待券、これうまいですよね。せっかくね、こうやってねミスタードーナツ のスケジュールを使う人なんで、当然ミスタードーナツ行かれる方も多いと思うんですけども、ちょこっとした時に、最近ねミスタードーナツも昔はね100円セールが当たり前ですけど、しなくなりましたもんね、企業戦略がね、というので、こちらはですね、130円以下のドーナツ1個プレゼント、おすごい、これが4個分、テイクアウト専用なんであれですけれども、店内では残念ながら使えないんですけど、それでも嬉しいですね。なんかこうもね、こう学校帰りとか会社帰りとかにちょこっと寄って1個食べるね、もうね1個でも十分美味しくいただけますもんね、ということでこちらでかいね。だって130円分のやつが、1個はじゃあ100円分の価値があるとしましょう。これで400円分の価値がありますよね。スケジュール帳自体も500円ぐらいの価値あると思うんで、はい、これはいいんじゃないですか。おお、いいですね。はい、というのでも入ってました。もうこれぐらいかな。でもまだまだ入ってる。これは分かった、マスキングテープでしょ、やっぱりね、マスキングテープですね。はい、ということで私もクレジットカード隠すときマスキングテープ、これでもちょっとスケスケなんであれですけれども、開けてみよう、こんな感じ、
ポケモンが書いてるんでめちゃめちゃ可愛いですね。なんかプレゼントとか、あのなんか送るときにしたらちょっといい感じのやつですね。そんなに量はただ多くはないです、うん、こんな感じ、はい、いやこれは100円、はい、これ何、これは分からん、何だ、何だろうこれ、これだけじゃ裏から分からん、ん、何これ、これあれか、ドーナツ入れジッパーバッグって書いてます。これすごいですね、あのこんなん見たことない、ドーナツね、確かになんかこうね、一つだけなんか例えばこう学校で食べようかな、学校で食べていいか分かんないんですけど、ミスタードーナツをね、ね、そう、そんな時持っていこうとした時になんかこう困りますよね、確かに。そんな時にあの入れられる袋でしょうか、こんな感じで、いい、違うか、ああ別にドーナツ入れる用じゃなくてあれだな、小物の整理やギフトラッピング用のバッグですということでした。さすがにドーナツ入れないよな、入らんやな、この中に入れてもね、すぐぺちゃっこになるわな。ドーナツの持ち運び用バッグかと思ってた。なんかおかしいなと思ったんですけど、そこまであのなんかこうね、あの横にもないですし、うん、ちょっとごめんなさい、勘違いでした。はい、ということで、まあ、なんかこうね、あの物を送る時とか誰かにね、あのそんな時にあの使えるようなものということで、まあ、もちろん自分の収納とかでもね、クレジットカード入れるとか、そんなことにも使えそうですね。はい、ということで、こちらでもいいんじゃないですか。まあ、こちら150円としておきましょう。あ、じゃあこれもうラーストっぽいですね。じゃあこれはなんだ、どの、これはエコバッグかな、ポーチって書いてますね、ポーチ、あ、ここね、ポーチ、はい、ということでこちらが3300円のものでラストでございました。だいたい今でもう2000円ちょっとぐらいの査定が出てるんで、うん、いや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 、いいんじゃないですか。はい、ということでこういった感じのポーチでございまして、なんかコンタクトレンズとか入れるの良さそうな感じで、やっぱりまあドーナツというのでポケモンとのコラボで、これはやっぱ可愛いっすよね。じゃあこれは300円ということにしておきましょう。というので、まあ、今回は1,2,3,4,5,6 ということで6点入っておりました。それとこちらの箱ですね、うん、こちらの箱もなんかこうなんかね、このまま捨てるのもったいないと思うぐらいのものですけど、はい、このような感じでございました。ポケモンも今はあれですね、ソードとシールドとかそんなの方になってるんですね。私の世代はやっぱおじさんで申し訳ないですけど、まあ小学校時代は、小学校5年生の時は私ポケモンが赤緑は、ね、発表されて全種類集めましたけども、いや懐かしいですね。はい、ということで、まあ、このようなあのものでございました。まあこれ大体でもあのね2000円、まあ、ちょっととかそれぐらいだったんですけれども、なんといってもあの毎回ね、あの見てくださっている方はもう把握しているとは思いますけれども、あのドーナツの引き換え券がですね、あの2枚ついておりまして、こちらはまあ30個分になりますので、もう実績だけでもこれだけでも正直言えばめちゃめちゃお得ですね。もうドーナツ100円以上は基本になりますし、まあ1個100円と考えたらもうこれだけ元が取れるという計算で、プラスあのこちらですね、あのもらえるということで、まあ普段ねミスタードーナツ私も妻とあのちょこちょこ買ったり、まあ店内であんまり食べることはないんですけども、まあこう買ったりとかあのすることもありますので、もうそれだけで、はい、もうあのこれがもらえるという感じになりますね。ただ引き換え券に関しては5月31日までのものとなっておりまして、あと160円以下のあのドーナツしかね、あの引き換えることはできませんので、そこだけはちょっとご注意ください。あと今回は2枚になってますね、15枚10枚、これありがたいですね。というのも誰かにこうプレゼントしたりとか、妻とシェアしたりとか、まあ、家族にあの、ね、誰か両親にあげたりとか、まあね、そういったこともできますのでね、これありがたい。今まで30枚1枚だったと思うんで、私の記憶が正しければ、はい、このようなものがまあ入っておりました。まあ、そんなにこう例年で変わらずっていう感じですかね。それで一応私の店独自かもしれないんですけれども、あのこちらにですね、あのテイクアウト専用のですね、はい、クーポンをいつもくれるんですよね。ドーナツ10個が1100円で買えたりとか、これめちゃめちゃありがたいですよね。今回はそうそうそう、あのなんだっけ、スクラッチをねもらったんですよね。せっかくなんで1000円ごとにもらえるということで、多分これ全国あのだと思うんで、1000円ごとに お買い上げ。だから今回この福袋とこのイベントが重なってるんで、あのお得ですよね。当たりが出たら、ラッキーが出たら、あのクリアファイルがもらえるということで、じゃあちょっとこれやってみましょうか。はい、はい、外れと、ドーナツが出てきましたね。よし、じゃあ次、外れ、よし、じゃあラスト、外れということで、はい、これは残念ながら外れでした。まあそれでね、あの今回なんですけどもね、まあそういつもね、あの福袋買ってあの家に帰るだけだったんですけども、はい、あのミスタードーナツもせっかくなんでちょっと買ってきました。私が好きなやつ、
それでこちらのですねドーナツ、そう、引き換え券をねもうその場で使うことができるんですよね。30個分のやつだから、せっかくなんでね、もう一緒にこう福袋買うと同時に10個とか例えば選んで、それで家族で食べるっていうのはいいと思います。スタートダッシュが切れるんで、決して来年から使いますとかそういったケチくさいことは言ってこないので、はい、まあ、せっかくポケモンなんで、こちら、はい、ちょっとずれてますけども、はい、モンスターボールということで、これだとあれだ、分かりづらいけど、こんな風にね、売ってました。これが200円ぐらいしたらね、そう、これは残念ながらね、ちょっと引き換え券使うことできなかったんですけど、このたこ焼きみたいなやつを買いました。すごい、ストロベリーのね、匂いがしますね。ん?ということで、お皿持ってきましたけど、はい、中はカスタードとクリームが入ってますね。美味しいですね。はい。私は個人的に大好きなやつはですね、オールドファッションです。はい。もう子供の時から食べてるんで、父親と一緒に、なんか父親となんかミスタードーナツ行く思い出があるんですけど、母親よりも、そう、ね、父親がよく連れてってくれてたミスタードーナツですけども、オールドファッション、よく当時から頼んでましたので、未だに好きですね。こんな感じ。今でもめちゃめちゃ好きですね。はい、あとはまあ定番のポンデリングですね。それでまあポンデリングは私が子供の時なかった商品ですけども、いやこれ美味しいですね。チョコとか抹茶とかなんかついたやつとかもありますけども、やっぱオリジナルがこれが一番美味しいと思います。で最後3つ目がはいハニーチロス。いやチロス美味しいですね。まあチロス自体がそもそもコンビニとかでね売ってるやつも美味しいんですけども、ミスタードーナツは美味しいですね。特にここの部分が美味しいのね。でも正直今4つ食べた中で一番美味しいかも。まあ、今回ですね、ミスタードーナツの福袋、まあ、多分皆さんの最寄りの店舗でまだまだ売ってると思いますし、まあ、下手したらね年明けても多分売ってるっていうところもあったりすると思うんですけど、まあでも買われてる方もかなり多いんでね、まあ、気になる方は早めにもうぜひ店舗に行ってゲットしてください。特に予約とかなくてウェブでの予約なくても店舗に行かないといけないっていう感じになりますね。まあそれでね毎年もう安定したもうめちゃめちゃ有料なんですね福袋。まあ実質まあそれで2200円とか1100円とかもあって、実はもう中身っていうのはね2200円も1100円も今回のなんか3300円のものの中に全部入ってるやつなんで、ちょっと今回買うのはやめましたけれども、ぜひ皆さんどれかね買ってみてはどうでしょうか。どれもお得だと思います。はい、ということで、まあ、こんな感じですね。私は後ろにあるのはこちらタリーズの2021の福袋なんですけども、まあ今年もね、まあ家に来ている機会が非常に多いので、福袋ですね、せっかくなんでいろいろ開けて、私なりにレビューしていこうと思ってますので、ぜひともチャンネル登録とですね、高評価よろしくお願いします。はい、またね、ミスタードーナツの福袋に関してはですね、2021年だけじゃなくて、2018年ぐらいからですね、もう毎年開けてますので、ぜひそちらもですね、見ていただければですね、非常に嬉しいです。はい、ということで、まあ皆さんぜひともね、ミスタードーナツ福袋買ったよとかですね、どのドーナツが好きだよとかね、なんかそういったコメントもですね、書いてくれるのであれば非常に嬉しいと思ってます。ということで、まあこんな感じでね、今回動画を終わりたいと思います。それでは。